こんにちは、ヴィンセントです。今回は0次元をアルジェキティ使ってやっていきたいと思います。これ相当強いんで、ひょっとしたらね、裏0次元がもう始まるんですけど、これが最適性になってくるんじゃないかなっていう予感はしてます。では、ハローキティの、アルジェキティですね。アルジェキティにはアマージュ武器をつけてます。ヒットポイントね、ある程度漏れれば、まあいいかなって感じで、で、リダーチェーン耐性ですね。で、マリエルなんですけど、ここの枠は波とかの方が良かったかもしれないですね。まあ理由としては2ターン連続でダメージ吸収の敵が出てきたりすることがあるんで、まあそうなった時に、まあ波の方がね、立ち回りはしやすいかなっていう気はしますね。で、ウルトラマン武器をつけてます。まあダメージ吸収を2ターン以上ね、続くキャラ、まあ前半の方で必要になってくるんで、まあそこで採用。で、まあ操作時間が2倍っていうのもね、非常に嬉しいところで、時間が短くされている状態でのこれを使うんで、まあなかなか、まあ噛み合う武器ですね。はい。で、カイドウです。まあカイドウはまあ単純に火力高すぎるし、3ターンで変身後、全ロドロップのロックを解除し、5属性プラス回復と。まあこの辺も非常にアルジェキティと噛み合うんで採用してます。で、前回の動画が4次元の動画アルジェキティ上げたんですけど、そこではラードラゴンを使ったんですよね。なんでカイドウとか持ってない人はラードラゴンとか、まあそれこそ闇ラードラゴンかとかでも非常に噛み合うキャラクターってなってるんで、そういった代用でも OK だと思います。で、アマテラスの武器を採用している理由としては、この操作負荷耐性と十字が欲しかったんで採用してます。まあ他のこの覚醒もね、非常に強いんでって感じですね。ちょっと花粉でやばいですね。で、スパイダーマンです。スパイダーマンにはアイアンマンの武器ですね。これは非常に強くって、まあヘイスト2ターンっていうところと、まあ雲耐性、まあこの辺もね、すべて強いですね、書かれてることが。で、消せない回復をつけてあげることによって覚醒無効が3ターンと、消せないもいつでも対応できるって感じですね。ゼロ次元とかに関して15ターンとか20ターンみたいな消せないっていうのがないんで、まあこのちょっとした消せない回復のこの6個か、1個消すごとに6個消せるんで、もうこれで十分ですねって感じです。で、サノスですね。まあサノスはもう単純にボス戦で 50% 軽減 50% ダメージを与えてくれるんで、まあ単純にここの枠での採用ですね。まあスキブロックとかもね、結構強いし、で、もしマリエル変える場合とかだったら、このサノスの枠にクライム耐性プラスがあるんで、ここでそれをね、採用してもいいと思いますねって感じで。で、甘小積み武器ですね。バインド耐性もついてて、まあ、この辺もね、噛み合うんで採用してます。サノスの武器なんですけど、一応ボス戦でアシスト無効に剥がされるんで、よっぽど大丈夫だと思うんですけど、数ターンで溜まっちゃう武器だと、裏まで溜まっちゃう可能性があるんで、そこだけ注意しながらって感じですね。で、フレンド枠の、アルジェキティには、アレキサンダー大王の武器ですね。まあ、スキブがあったり、まあ、この辺のね、ドロップ強化っていうところでの、まあ、火力の底上げで、お邪魔耐性目覚めに関しては絶対必要ではないんですけど、これあった方がね、落ち込んとかもコンボ呼びやすいんで、普通にまあいいかなって感じですね。はい、ではやっていきたいと思います。はい、では立ち回り喋っていきたいと思います。まあ0次元に関しては1回そばね、すごい楽なんで、スキル遅延とかしてくると厄介なんですけど、まあそういうのはないんで、こんな感じでヘイストからのカイドウ変身からので、アルジェキティなんですけど、1体だけね、確実に変身させてください。一気に2体変身させちゃうと、次のターンとかで欠損した場合にスキルを打てる状態じゃないんで、まだなんで、一旦変身させて、で、次のターンでもう一体変身させてってやった方が、立ち回りとしては成功しやすいですね。もうスキルループがね、できる状態になれば、もう積み要素としてはもうないんですけど、一応最初だけ、それで欠損がちょっと怖いんで、まあそうやってやってあげるといいかなと思いますね。明日から、なんか夕方からかな。ゼロチャレンジみたいな始まるみたいですね。4次元とこうやって0次元とやって、で、多次元もちょっとやってみたんですけど、やっぱアルジェキティ相当強いですね。マジで強いです。交換必須レベルじゃないかなって感じはしますね。まあ、確か絶対使わないっていう人だったら、まあ、スルーでいいかもしれないですけど。
はい、って感じで、まあ、ここも真ん中まで削ってもらって、で、一応今回のこの編成だと、自動回復が4万5000ぐらいだったかな。もう十分ですね。で、必要ヒットポイントはどれぐらいになるんだろうな。ボスが真ん中行ったタイミングで125万ぐらいなんで、7万8000ぐらいか。7万8000ぐらいまであると、耐久は張らなくても OK です。まあ、なんで4次元のボスとかとほぼ同じぐらいの感じですね。真ん中行ったタイミングでそれぐらいのダメージが来るんで、今回のこの編成だと8万3000あるんで OK って感じですね。まあ8万ぐらいやったらより確実かな。はい、でここに関しては、時間と回復と下げられてるんですけど、まあ、回復に関してはねもう本当に別に無視でいいんですけど、時間が今回の編成が16秒、操作時間が16秒ぐらいだったはずなんで、まあ8秒、半減されて8秒、全然別にいいですね。5色組にそんなに問題はないはずです。で一応ここまで我慢してもらえればウルトラマンの武器をねここで使うんで、操作時間もここで書き換えができます。で消せないが、まあ、ランダムでねどれか来ちゃうんで、しっかりと、スパイダーマンの色、まあ、なんで光か、火をもし消せないされちゃった場合はその残ってる方で確実に、ウェイ消しをしてもらって解除って感じですね。火力が本当に高いんで、基本的にはねほとんどの敵をワンパンで倒していくことができますね。で今回はまあちょっと失敗したりする場面もあったりして、まあ22、3分ぐらいでクリアってなってますね。これもうちょっとパズル早く組むの意識したりとか、もうちょっとこうなんだろうね、やればやっぱこういろいろ攻略というか分かってくるんで、もうちょっと早くは全然できますね。20分切るぐらいは多分下手くそパズルでもいけるんじゃないかな。でちなみにサノス持ってないっていう人は、それこそゴンとか、ワンピースのキャロットとかね、あの辺入れてもらっても 40% カットできるんで、十分それでもいいのかなと思いますね。なんでまあサノスのこの枠に関してはスキルも使わないし、もう本当に放置状態というか、ある程度火力が出るキャラクターであれば別にいいかなって感じですね。まあそれ以外の立ち回りとしては本当にアルジェキティとカイドウをずっとループさせるって感じですね。でまあ盤面5色あれば、まあわざわざ使う必要はないはないんですけど、ただあるなぁと思って、いやパズル組み始めた時にあの色がないっていうのは意外とやりがちだったりするんで、まあそういう欠損しないっていう意味では、まあ、確実に毎回スキル使ってもらった方がいいかもしれないですね。まあそんなに時間かかるもんでもないですし、結構最近だとワンピースのパーティー使ってよ、ゼロ次元やった時にゼロ次元も意外と難しかったなって思ったんですけど、アルジェキティ使ってゼロ次元めっちゃ簡単だなってなりました。ワンピースのキャラより強いっていう風に言うわけではないんですけど、まあこの他色のねこういうなんだろうな編成というか、4次元なり多次元なり0次元っていうのはこのアルジェキティの適性はちょっと半端じゃないものがあるなと思いますね。毎ターンそのどんなにねその盤面をぐちゃぐちゃにされようがなんてことないというか、何の問題もないんで、やっぱそれは当然強いですよね。で自身の火力も上げれるし、でこの階層に関してはティフォンが出ちゃうとルーレットが6ターン続いちゃうんで、これがちょっと鬱陶しいですね。
やっぱルーレットで特にこれだと3つあるんで、やっぱねパズル苦手民からするとね、このルーレットがあるだけですっごい組みづらくなっちゃうんで、まあただ16秒あるんで、まあそれなりに気をつけながらやってもらえれば、まあまあよっぽど大丈夫かなとは思いますね。でここの階層アテンが出まして、4ターン猶予があるんですけど、これ別に普通だったらもうささっと殴りに行っていいんだけど、まあ、ルーレットがねちょっと邪魔くさかったんで少しこんな感じで消費してますね。まあアテンに関して気をつけるところとしては、まあその根性のところまで行った時に覚醒無効してくるんで、まあ、しっかり覚醒無効のスキルが使える状態で突破しに行く、殴りに行くって感じですね。スパイダーマンじゃない場合はマトリフとかでもいいと思いますね。マトリフも多色パーだし、あれもねウェイついてたはずなんで消せない、つけてっていう感じでも同じような立ち回りができる気がしますね。覚醒無効も3ターンで打てたはずだし、はい。でここに関してはなんかヘイストかけてきたんで、とりあえずアルジェキティのヘイストを打って突破しました。でここなんですけど、ちょっとね酔っ払ってたっていう言い訳をさせてください。なんかね変なことやっちゃって、そうでちょっとなんか時間やたらかかっちゃってるんですけど、まあやることは別にマリエル打って突破するだけなんで、なんてことないところですね。はい、でもう12階層ですね。ここはシェアとかな。でこんな感じで吸収無効が続いちゃうとやっぱりストレスなんで、まあ波とかの方がやっぱいいですね。もっと言ったら波だったら消せない回復、消せない操作回復の潜在つければ雲とか帯も別に強引に持ってくる必要もないんで、もっとこうアシストの幅も広がるっていう利点もありますね。あと単純にステータスも波は普通に高いですからね、まあ、強いですね。はい、まあこんな感じで突破しに行くときは、マリエル使ってもらえれば OK ですね。今5000円の大感謝祭セットみたいなやつ売ってますね。あれ結構みんなやってるのかな。あれすごい美味しいみたいですね。10連ガチャプラスで、しかもフェス限が 50% 超えてるらしいですもんね。ああいうの手出したいんですけどね、5000円っていうのはねちょっと貧乏人には手出せないところなんで、まあ残念ながら生還って感じですね。はい、でマッハも何にも恐ろしくないですね。もうこの後ボス戦なんで、カイドウとアルジェキティと両方使って確実に突破しに行ったって感じですね。はい、でここ10ターンの間暗闇、超暗闇かで、こうやってアシストを剥がされちゃうんで、この編成だと解除今できないんですよね。超暗闇を素で十字持ってるキャラクターがいないんで、まあ、なんでおとなしくこの後に解除していくって感じですね。でここはちょっと今攻撃軽くしようと思ったらもう単純に突破しちゃったって感じです。まあ別に問題はないですけど、で50% ぐらいとか 50% 以下ぐらいの軽減まで落ちたタイミングまで普通に耐えれるはずなんで、まあ、ただまあそこまでねゆっくりしずにもう突破しに行けばまあいいかなって感じですね。
はい、まあ、この辺は超クライミング解除できるならしながら十字ちょいちょい組みながら、まあ、殴っていくって感じですね。はい、でまあここまで来ると結構いい感じで削れたんで、カイドを使ってもらえばもう確実にね火力も出して突破することができます。まあ、なんでこの75ぐらいの軽減の時に行くのがいいかな。まあもしくはもう一個先次でも全然いいと思いますね。で、あのここ気をつけてほしいのは、意外とこの2段階目のこのボス戦は急な発狂普通に来ちゃうんで、そこだけちょっと気をつけてください。この次のボス戦に関しては、あの一旦ね、猶予してくれ、あの待ってくれるんだけど、2回目のボスはそれがないんで、まあ、そこだけね、確実に削れるところから削ってあげるって感じですね。で、ボス戦は最初にこの確実にね、アルジェキティのスキルを使ってもらって、無効貫通スキルを使ってから、サノスを使うっていう感じですね。じゃないと弾かれちゃうんで、そこだけちょっと注意が必要です。で、ここからはもう本当にね、殴っていくだけなんで、やっぱね、こいつがすっごい硬いんで、多分この裏ゼロ次元もどれぐらいの難易度になるか分かんないんですけど、こいつの硬さでかなり時間取られちゃうんですよね。なんでこういったサノスとか、まあ、そのさっきのゴンとかキャロットみたいなダメージをカットしてくれるキャラクターがかなり役に立ってくるんじゃないかなっていう気はしますね。結構最近のチャレンジって時間が短いんで、まあそうなる気がしますね。あ、そうで、ここ絶対に火薬組んでください。これもし同じ編成だった場合、その結構ギリギリまでダメージ削られている状態なんで、こんな感じでね、5万3000くるんですよね。で、さっきの状態だと5万1000ぐらいまでしかいかないんですよ。あの回復消さないと。これやっててあって思ったんですけど、なんで回復は絶対今のところルーレットを勝手に作ってくれるんで、あの回復もしっかり取り出してもらって組むっていう、まあそんなに難しいことではないと思うんで、まあしっかりね、あのそこだけ忘れずにハートも組んでもらうっていうことが重要になってくると思います。はい、でこんな感じでもうすぐにね、あの発狂ラインというかもう倒すとこまで来ました。まあルジェキティ使ってもらって突破するだけですね。本当にね簡単だし、道中もほぼワンパンでいけるんで、よっぽど負け筋、まあまあ発狂、ほんと発狂ぐらいですね。本当に簡単なんで、ぜひやってみてほしいですね。はい、まあ結構ね、経験値も上がるし、美味しいと思います。ではご視聴ありがとうございました。